いやそういえば前回の動画なんですけど、めっちゃ適当に作っちゃいましたね。すいません。なんかじゃあ今日はカラコーンですね、4つとコーンバー持ってきたんで、今日はその4つとコーンバー1つで乗りたいと思います。ちょっと朝一発目なんで声おかしいかも。で今日からまたパーツが新しくなりました。前々回の動画でこのオフセット変えれるフォークで、僕にあったフォークのオフセット 28mm になりましたね。 28mm のフォークを使ってます。シャドウですね。でハンドルバー、シャドウに変わりました。シャドウのハンドルバーつけてます。ライズが9インチですね。ちょっと名前は忘れちゃったんですけど、こんな感じ。しかもこのバー結構安い、7、8000円ぐらいで買えるんで。でグリップ、オデッセイのブロック・レイフォードのシグネチャーなのかな、名前がついてるからそうなんだろうけど、のグリップに変えてあります。縦溝っすね。やっぱり僕は原点に戻って縦溝が好き。であとシートが3でジャック・シーリーのこのお化けのやつ、クリーピーなんとかってやつだったかな、このサンデーのシートに変わりましたって感じですね。じゃあもう早速乗ってきます。でちょっとこのウィンドブレーカーなんですけど、もう一応シャドウです。でこのウィンドブレーカー早く脱ぎたいんで、先にバンクでウォーミングアップします。けど下から撮ると逆光になるんで、ちょっと見にくいかもしれないですけど、この角度でいきます。なんか11月入ってからクソ寒くなったよな。暑いけど今この時間帯動画の撮影むずいな。でこの動画でやったここの27ドロップやってみます。まあめっちゃ見にくいかも。ダメだ、上が狭すぎる。草がこんな感じになっちゃってるんでちょっと厳しいですね。前の動画だとこの木らへんから走ってきたんで行けたんですけど、ちょっとここの木が邪魔っすね。こんな感じなんで、もうコーン飛びましょう。そうだ、一つ言うの忘れてた。であと靴、ちょっと昨日山行って靴汚いですけど、でアメリカのガンマかな、ガンマっていう靴に変えました。まだロメロは生きてるんですけど、ロメロはストリート用というよりかはフラット用で買ったんですよ。ソールが薄いのっていうので探した靴なので、今回ストリート用でガンマを下ろしました。やっぱりソールが厚いので、足の裏のなんか疲れる感じっていうか疲労感は全くないですね。なんですけどちょっとペグの感覚とかがつかみにくいので、僕はロメロの方がフラットやるには好きです。キャブやったことないんだよね。こんなもん。
バカ払いて。今日の進化やめよ。ちょっと遠いんですけど、奥の組コーンからマニュアルで、マニュアルホップやります。6 hours later。 はい、で実はさっきメイクできたんですけど、午前中になるんですよ、さっき撮ってたのが。メイクできたんですけど、なんか SD カードのメモリーが切れちゃってて撮れなかったので、午後、夕方っすね、4時半ぐらいに一回トライしに来ました。今からコーン出して、またホップマニュアル、バースピン、バースピンじゃねえ、バニーホップコンバやってみようと思います。で、あとなんかすっげー風強くて、午後からめっちゃ風強くなったんですよね。でもフラット死んだ、乗る場所がねえ。もうマジで4、50回トライしたんで、今回もめっちゃ時間かかるかも。見えるかな、組み込んでコンバ。ダメだ。はい、と、まあ最後までご視聴どうもありがとうございました。まあなんか組みコーンがない状態でマニュアルをすると簡単に、まあ簡単にではないですけど、コンバー飛びましたね。2回飛べたかな。で、まあホップトゥーマニュアルの動作が結構僕苦手なんで、これからの課題としてやっていこうと思ってます。じゃあこんな感じの動画が良かったら、チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。じゃあまた次回動画でお会いしましょう。